おお、なんと幸せなのでしょう。扉を開けたらすぐ目の前にあなたがいるなんて。お待たせしました。今日はあなたと二人きり、素晴らしいパーティーの日。その上すべてがあなたの手作り。あなたは私を喜ばせるのが本当に上手です。こちらの飾り付けは折り紙ですね。星に鳥に花、どれをとっても愛らしい。きっと作った人に似たのでしょう。どうして謙遜するのです？私にとって世界中で一番可愛く愛おしいのはあなたの笑顔です。どんな時も私を魅了してやみません。ああ、もうすっかり最高の気分です。パーティーが始まったら一体どうなってしまうのでしょうか。ドキドキが止まりません。さあ、手を取って。パーティーの料理たくさんできました。和食はもちろん、アグナパレスの料理も渾身の出来。あなたの手にかかればあっという間ですね。準備をしている姿を隣で見られるのもこの上ない喜びです。私を思い、たくさん頑張ってくれたこと、心から感謝しています。味見をしてほしい？なるほど、これが自信作なのですね。あなたの料理を独り占めできるなんて、私は過保者です。ですが、今日はもう少しだけわがままを聞いてほしい。先ほどからずっと考えていたのですが、愛するあなたの手で食べさせてほしいのです。あなたの愛情を心ゆくまで堪能したい。その次は私があーんをしましょう。私の願い叶えてくれますか？夜空に星々が灯り、二人を祝福してくれているかのようです。まだパーティーは終わりません。今夜私はあなただけのもの、そしてあなたも。ただ一人のマイプリンセス、もしも望んでくれるなら、いつでもあなただけの魔法使いになります。音楽とともに魂で思いを交わしたい。あなたが喜んでくれることが幸せ。何度でも求めてこの幸福を味わいたい。心が乾くことなどないように愛を注いで。さあ、気の向くままに自由に踊りましょう。終わりなき夢を描く二人の足音さえも、他に変わるもののない旋律になるのです。心も体も寄り添わせて一つになりたい。この特別な夜に、あなたと私、永遠の音色に導かれ、熱い口づけを重ねて。